ただの緩いパンツじゃないんですよ。どうでしょうか。いいね。緩いんだけども非常に綺麗に見えてるのがやっぱり特徴的ですね。はい、どうもバーセイの梅場です。皆さん何か変わったことお気づきじゃないでしょうか。なになに。これですね、実はですね、店内まあちょっとアイテムも変わっているんですけど、実は撮影しているカメラが変わりました。おー、私の iPhone 14 Pro ですね。ああ、いいですね。いや、変わったのか分かんないです、ね、これ分かるんですかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。はい、なんかちょっとこう一瞬なんかヒカキンみたいな感じのね、携帯紹介っぽくなりそうでしたけども、はい、今回撮影しているのは iPhone 14 の Pro で撮影してるんですけども、紹介するアイテムはですね、ユーハーです。おユーハーのアイテムがまた一部入ってきたのとですね、ユーハーといえばやっぱ冬のアイテムが特にやっぱいいじゃないですか。特にこう何がいいかって、何がいいかっていうですね、ウールがすごくいいんですよ、ユーハーって。そう、ウールのコートもいいし、ウールのパンツもいいですし、すごくですね、ウールを使ったアイテムっていうのがかなり揃っております。そしてですね、今回ですよ、ご紹介するのはもう僕が大好きなユーハーのパンツでございます。パンツがですね、すごく形がいい。前回ですね、僕がですね、ウールのスラックスですね、こちら紹介しているんですけど、またこれとは違ったですね、ウールの素材を使ったシルエットも全く別物です。そういっただけど非常にユーハーらしい綺麗に見えるパンツっていうのを今日はご紹介していきます。このバースデーチャンネルですね、少し中央区大名にあるセレクトショップバースデーのチャンネルで毎日19時に発信している内容はですね、洋服紹介、スタイル紹介、そして、香水のサノマ、e バイクのスーパーセブンティースリーとアルコン、そしてシルバーアクセサリーのワカン、シルバースミスやトゥアレグジュエリー、こちらを、紹介しているチャンネルとなっております。気になる方はですね、ぜひチャンネル登録と、グッドボタン押してですね、他の動画もぜひいろいろ見てみてください。じゃあ今日紹介するアイテムはこちらです。ででん、こちらのユーハーのフラノウールを使ったバルーンパンツですね。はい、これもですね、以前紹介したパンツの違いはもう一目瞭然ではないでしょうか。でカラーリングはこのブラウンです。で光沢のある、ウールを使った、まあ、パンツなんですけども、特徴的なのはですね、やっぱ名前の通り、ここ見てください、ここが丸くなっております。で腰回りはゆとりを持たせてですね、足首のところをちょっと引き締めてるようなパンツですね。これ分かりますか。ここにクッと細くなっておりますね。なのでシルエット的には非常にこうゆったりとした丸みを帯びた形になると。だけどですね、ユーハー、ただの緩いパンツじゃないんですよ。これ履いてみるとですね、非常に綺麗に見えると。まあ結構昨今ですね、ワイドパンツだったり、まあ提案多いじゃないですか、各ブランドから。はい、その中でもまたですね、ひときわ違いを放つ、異彩を放つ、いいですね、パンツでございます。ぜひですね、まあ、ああだこうだ言う前にまずはですね、履いてみた方が早いのですが、まあ、素材の話をちょこっとしてもいいでしょうか。はい、そうですね、まあ、素材はですね、まあ、ウール 100% で、使ってるウールはですね、こちらオーストラリア産のウールですね。ウールって結構いろんな産地があるんですけど、その中でも非常に、まあ、いいと言われているオーストラリア産の、ラムですね。いわゆる若い、幼い、羊の、毛を使っております。で、そいつをですね、まあ、いわゆる幼いっていうことは毛が柔らかいわけですよね。でそれを、加工して縮汁をかけて、こういう素材にしております。で織り自体はちょっとツイルっぽくしてるので、張りもありつつ、で羊自体の毛の光沢感も、生かしつつの上質な素材となっております。はい、じゃあですね、こちらをですよ、早速履いていきたいと思います。はい、どうでしょうか。いいね。いいじゃないですか。しかも、これもいいですけど、14プロの動きがあちょっと手ぶれ補正効いたんじゃないですか。どうなんやろうね。わからん。わかんないですかね。はい、じゃあ早速、こちら、パンツの方、サイズ3を今回着用しております。で、今回ですね、丈感とかはサイズ3なんですけど、まあ、僕で非常にちょうどいいです。足首のところはですね、ある程度絞ってあるので、なんかかかととかは踏まずに済みそうな感じですね。
るほど。綺麗に伸び感じになっております。ダーツが入ってんのかな。そうですそうです。ダーツが入ってちょっとこうグッと引き締まってあるんで、すごくやっぱ見え方は綺麗ですよね。なるほど。だから今までのワイドパンツとかだとどっちかというとそのままストーンと落ちるようなイメージなんですけど、こちらはここでですね、こうクッと引き締まってワンクッション入るような、ね、あ確かに全身で見たら分かりやすいですね、うん、ですね。で今回着用したのがこのワイドパンツと、こちらユハの超定番アイテムですね、オシャブルールのブラックを着用しております。そしてこちらユハのフラットバーのネックレスでございます。どうでしょう、見えます？最近もよく売れてますね。そうですね。でもやっぱこのタートルネックに合わせるんだったらこのネックレスみたいなとこありませんか？なんかまあ必需品になってくるよね。うん、なんかユハのスタイルを作る上でやっぱどうしてもこれ単体だけだとちょっと寂しいので、こういう風にさりげないネックレスを一発パッとかまし上げるとよりやっぱスタイリッシュに見えるというか、こうスタイルが縦の線がすごく綺麗に見えるっていうのがやっぱ特徴ですね。でまあ、これをですね、あの今回はですよ、まあ、秋冬のスタイリングのベースとして上にですよ、いろいろ羽織っていきたいと思います。まず初めに着用しているのがこちらユハの、アルパカのカーディガンですね。あ、これはいわゆるチクチクしないってやつですね。そうです、うん、全くチクチクしません。あの、まあ、アルパカの毛っていうのはですね、非常にあの細くて軽いので非常にチクチクしないという素材でございますね。でこれも以前あのうちのボスが紹介しておりますので、ぜひよかったらご覧ください。まあですね、秋冬ファッションといえばもうこういう、まあ、モヘアだったりこういうアルパカだったりこういう毛が立ったカーディガンとかって結構やっぱ着たくなりませんか？まあね、質感的にね、うん、いいですよね。まあこういうゆたっとした、まあ、1枚でスタイリングがアウターとしても使えるようなカーディガンと合わせております。いやどうでしょう、このゆるさを生かしたスタイリングだけど、何でしょう、変にこう大きく見えなくないですか？確かにね、ストーンと綺麗に落ちるシルエットがまた特徴的ですね。そうなんですよ、ユハはですね、緩いんだけども非常に綺麗に見えるというのがやっぱり特徴的ですね。あとですね、まあ、ちょっとパンツの履き心地さっき言ってなかったんで今言っとくんですけど、非常に履きやすい。で、まあ、緩いパンツっていうのはまあそもそも履きやすいじゃないですか。そうですね。でさらに、ライニングはですねキプラを使っておりますので、あの非常に気持ちいいです、履き心地がいい。そしてキプラの場合ですね、冬はよくありませんか、静電気がバチッとなることですね。それがですねキプラを使っていると、なくなりますので、冬場も嬉しい、そういった、ライニングの仕様でございます。どうでしょう、この動きのあるパンツのこのシルエット、これ分かりますか？ちょっともう一回歩いてみてください。ちょっと歩いていきましょうか。はい、これ分かりますか、この動き。ああ、いいね、うねりがいいっすね。これ出てます、これ14プロのパワーで出てるんじゃないですか？出てる、これは出てます。で実際ですね、ユハの洋服はですよ、まあこうやって店頭で履いていただくときって、ね、鏡見ながらこう見るじゃないですか、っていうよりもですね、実際街で着ていただいたときの方がやっぱ動きがある方がよりかっこよく見えるんですよね。なのでぜひですね、店頭で皆さん試着されたりとか、まあこういうアウターとかコートとかニットとかパンツとかですね、全部そうなんですけど、ぜひですよ、動いてみてください、いろいろ。するとよりやはりこの良さっていうのが、動きの良さ、ドレープ感、シルエットの良さっていうのが伝わると思います。はい、じゃあですね、この上にですねもう一枚羽織って、まあ、冬のスタイリングをしていこうと思います。はい、今回はですね、先ほどのスタイリングの上にこちらユハの、レザーのカバーオールを着用しております。お、いいですね。いいですよね、かっこいいですね。はい、こちらもですね、まあ、詳しい詳細を知りたい方はこちらの概要欄の方に、概要欄の方からですね、紹介している動画の方にご覧いただけますので、ぜひよかったら見てみてください。いいですよね、ユハのレザー久しぶりじゃないですか、この本革でレザー作ったのですね。そうね、ガチガチのカバーオール、かっこいいですね。かっこいいです。まあ、いわゆる清流をですね丁寧になめしたこの革の質感、まあ、非常にいいです。そして、僕いつも思うんですけど、まあ、僕たちみんなレザー好きじゃないですか。そうね、でもレザージャケットって真冬意外と着るの難しかったりしません？あ、そうね、なんか確かにこう、まあ、言っちゃえばこうそれだけじゃ物足りない感はあるよね、うん、そうですよね。風は通さないけど保温性がめちゃめちゃ高いかって言われるとちょっとまあ難しいところもあるじゃないですか、うん、なので中にいろいろ着たりとか上に着たりとかいろいろしてレザーを着用する感じになると思うんですけど、冬のスタイル。ただこのレザージャケットですね、肩がラグランになってる、かつサイジングもゆったりしてるんで、こういう風な厚手のですよニット、カーディガンを着ていただいても
難なく着用できるんですよ。なるほど。だからですね、真冬までしっかり実はスタイリングできるデザインなんですよね、こいつ。素晴らしい。非常にいいです。で、まあ正直ですね、もう今回も僕がこれ大好きな合わせですね、こういうウールのパンツにカーディガン、そしてレザー、もう最高です。みんな、まあ、こういうスタイリングというかですね、アイテム使いしたいと思うんですよね。ぜひぜひ、まあ、今回着用しているのは全部僕が3を着用しています。レザーもカーディガンもパンツも全部3でございます。で、パンツのサイズ感っていうのは今回入荷しているのは3と4で入荷しております。で、僕が着用しているのが3で、ウエストとかはゴムになってますので、非常に履きやすいです。どの方でもしっかりアジャストできると思うんですけど、身長がですね、180ぐらいとかは結構大きめの方は4にしていただいたらいいと思いますし、170前後の方とかは3でバッチリだと思います。で、ウエストにゴムはついてるんですけど、しっかりですね、ちょっと見ていただけると分かるんですけど、こちらベルトループもついてますので、サイズ3でウエストちょっと、緩いかなっていう、非常にウエストが細い方っていう方はベルトを巻いていただいて絞れば全く問題なく着用できます。はい。で、そしてですね、こちらのパンツ、これでお値段がドン、こちらでございます。まあいいですね、リファのウールは非常に買いやすい、いい値段でございます。ぜひですね、まあ、ウールのパンツもいいですし、こういうアルパカのカーディガン、レザーも非常にかっこいいです。そしてですね、この後、ウールのコートなんかもですよ、登場してきますので、ぜひ今後のリファにもご期待ください。はい、ですね、今回着用しているアイテムはすべてこちらオンラインストアの方に、掲載しておりますので、概要欄の方にあるリンクからぜひ飛んでご購入してみてください。気になる方はですよ、概要欄に貼ってあります、オンラインストアだったりとかインスタグラムの DM なのでご質問ご連絡ください。最後まで見てくださった皆様、誠にありがとうございました。ぜひですね、冬のファッション皆さんで楽しんでいきましょう。店頭で、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。